どうも。今日も、非接触ツーリングだよ。どこに行ったの？今回は、知床の名所をいろいろと回ってきたよ。名付けて、知床周遊と知床八景だよ。知床半島をぐるっと回るのね。出発はいつものスタンドから。あれ、一瞬エンジンかからないかと思った。バッテリー下手っているかな。腰水町です。本日の名所その1、腰水町。国道334号線のスーパー直線道路。あっという間に、斜里町。名所、その2。反対側から見た、天に続く道。そして、海岸線に出ます。知床八景の一つ。おしんこしんの滝？圧倒的な水量。続いてはトンネルを抜けてすぐそこ、三段の滝です。駐車場広いね。なんでダンプばっかり止まってるの？近くで工事をしているみたいだね。橋がかかっているね。橋から滝を眺めることができます。三段。一番上は木が生い茂っていて見えません。ウトロに向かいます。その前に、ここも名所。亀岩、通常亀来岩だね。シャシコツ崎とも言います。もろ、亀ら。口と、目もある。トンネルを抜けると、ウトロです。本日のメイン。知床八景の一つ、オロンコ岩に登ります。正面がオロンコ岩。オロンコ岩登頂専用駐車場に停めます。全体は、こんな感じで。岩の側面に、上に登れる階段があります。結構、高いね。高さ60メートル、170段の階段です。レッツゴー。きつい。三分の一ぐらいかな。絶景。結構、登ってきました。ここから斜度がきつくなります。息が荒いよ。あと少し。
もう、足がガクガク。頑張れー。医師団、終了。頂上まで、あと少し。到着。おろんこいは、頂上。息、だいだい。でも、絶景。海が綺麗。透明度が高くて、綺麗だね。向こうに見えるわ、プユニ岬。ゴジラ岩も見えます。下りも急なので、弱った足で踏み外しそう。ちなみに、ギーギー鳴ってるのは、工事の音。無事に、降りてきました。ゴジラ岩は、オロンコ岩のすぐそばです。ゴジラ岩です。本当に、ゴジラに見える。自然にできたとは思えない。次はどこに行くの？まだ、行ったことがない、知床八景の一つ。夕日台に行くよ。夕日台は、キャンプ場の中にあるそうだけど。ここのキャンプ場だね。この先に、夕日台があるそうだけど。看板発見。夕日台です。やはり、夕方に来なくては。知床峠に向かいます。その前に、知床八景の一つ。プユニ岬です。ちょうど、この辺がプユニ岬先端です。左に曲がると、知床五湖と、カムイワッカ湯の滝ですが、今回は行きません。知床峠に向かいます。ひょっとして、熊が出没するかな？そうそう、何回も出会うわけが。何かいる。鹿でした。鹿でも十分危ないけどね。いよいよ、今回の最終目的地。知床八景の一つ、知床峠です。結局、今回の周遊では、知床八景、5箇所を制覇。名所も、4箇所制覇することができました。最後まで動画を見ていただいて、ありがとうございました。したー。それでは、したっけねー。したっけねー。